急に押しかけてごめんなさいね、レイヤ。お城のことや元老院の仕事でとっても忙しいんでしょう。久しぶりの旧友の訪問だ。時間ぐらい作るさ。パティこそ魔法学校の先生ともなれば、毎日子供たちの相手で休む暇もないだろう。そうね、中には落第しそうな子もいるし。それは大変そうだな。あなたの娘のことよ。な、ね、私風花、風を司る金の城の歴史としたプリンセスよ。え、全然お姫様っぽく見えないそこはほら、将来に期待っていうか、実際まだまだ修行中なんだよね。今も魔法学校でお勉強の真っ最中ってわけ。実際に魔法を使う実技の授業は大好き。思いっきり頑張っちゃうからね。できた。できたか。どうだ、大きいだろ。うせ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 。ふうか、やめろ、ストップ。自分のパワーをコントロールしないとっていつも言ってるでしょう。ごめんなさい